ハローブンブン、あっちゃんです。はい。ということでね、ヒカキンさん、ありがとうございます。はい、ということで、チャオ、あっちゃんです。これを言わへんかったらね、あっチャンネル始まりません。はい、違う挨拶すると、やっぱりなんか、気持ち悪い感じがするね。ハロー文が気持ち悪いので、自分の中でね、なんかこう、なんか挨拶が違うぞって、朝から起きて、こんばんはっていうようなもんでね、朝から起きたら、おはようって言わないのと一緒でさ、チャオって言わへんかったら、なんかあっちゃんの動画が始まらへん感じがして、一応ね、まあ、チャオも言っときました。はい。何がヒカキンさんありがとうございますかっていうとね、昨日ね、ヒカキンチャンネルかな、メインチャンネルのとこで上がった、3年ぶりに引っ越ししますっていう動画をね、おすすめに上がってきたんでね、あ、ヒカキンも引っ越しか、でも、もう3年住んでるんやと思ってね、すごいいいお家に住んでるやんか。で、ちょっと見たんね。結構最近ね、トップ YouTuber さんの動画を見るようにしてね、いろいろ参考になるしと思って。で、見てたらね、3年ぶりに引っ越しする理由。もう YouTuber あるある、よく言ってくれた。よくそれ放送してくれてありがとうって、あっチャンネルのね、視聴者さんがガチャ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 とさばいてるように掃除をしろだの、段ボールを片付けろだの、どうのこうのって言ってるけど、ヒカキン、ね、ヒカキンさんが言ってくれた通り、もうここはね、敬意をつけて3をつけましょう。YouTuber たるもの、ものが増える。はい、1年365日、やっぱり何かしら荷物が届きます。で、ね、それを3年住んでるってことは、かける3、1000何個届くっていう話。確かにそう。今日もあっちゃん、3個、商品3個届きました。この後、午前中か午後から、あと2つ届きます。はい、今日だけで5個届きます、商品が。商品5個届いて、段ボール箱が2箱。はい。これが YouTuber なんです。で、段ボールに、例えばね、段ボールからこういうものを出してしまうと、潰れたり汚れたりする。だから段ボールの中にしまって積み上げたりしてるんやろうね。かなり段ボールが多かった。で、あとね、やっぱり、YouTuber、ごめんね。YouTuber っていうのは、大体家におる時間方が長い。ヒカキンもそう言うてんの通り、やっぱり家におる時間が長いから、どうしても家の中のものが増えていく。あっちゃんまだね、子供がいてるから、まあ、ヒカキン一人やで、あっちゃん3人や。3人の荷物が増えていく。さらに生活してる上で、ご飯作ったり、ジュース買ってきたり飲んだり、いろいろゴミが出てくる。で、まあ、うちで大体月1、月2ぐらい、月1、2ヶ月1、長い時で3ヶ月1ぐらいで、瓶、缶、とかを出すんやけども、ね、まあキッチン瓶缶ゴミバーって散らがってたよね。ヒカキンのキッチンもあっちゃんちもまあまあ散らがってる。うん、まあ、そんなもんなんです、人生。でヒカキンたった3年しか住んでへんのに、あのうちの家よりもはるかに広いあの家が、自分で言うのもないけどゴミ屋敷みたいになってるけど、ゴミじゃない。だってあっちゃんもせね、大切な、欲しいと思って買った。みんなに紹介するのにいいと思って買ったから、ゴミじゃないんです。大事なもんなんです。だからみんなはゴミ捨てろとか、処分しろって言うけど、ゴミじゃなく大切なものを買った。だから捨てられないんです。これ、日本で一番って言われてる YouTuber さん、同じ考え方なんで、ありがたいって思って。これが YouTuber あるあるなんです。はい。確かにね、断捨離とか、物を置かないって言う人もいてる。そういう主婦さんがいたり、そういうね、家庭の人もいてるけども、その人たちは何をしてるんでしょうか、お仕事。OL さん、サラリーマン、パートタイマー、製造業、何やろ、職人。いろんなお仕事してるけど、そこまで物が増えるんでしょうか。ね。YouTuber っていうのは、日々日々物を買って、そのものを紹介したり。で、そのものも適当にね、あ、これ買ったら、再生回数稼げるかを、はい、ブーって紹介しました。はい、iPhone 買いました。紹介した。もう紹介したから、これで再生回数で、これの金額を上回った。もういらない、ぽい。わお。なんてしたら、ダメやんか。うん。でも、もったいないやんか。でも、良くないと思うからポイできるけど、いいと思って買った。これは必要なものと思って買った。ってことは、大事やから大事に置いときたい。捨てるわけにいかへんねんね。これだんだんね、YouTube、ヒカキも言う通りやねんけど、だんだん収益が上がってきたら、いいものを買うようになってきた。
いいものを買ってきたら次々次々買い替えていかれへんねんね。あっちゃんも確かに初めの頃は安いものしか買えへんかって使って壊れたほかす使って壊れたほかすの繰り返しちゃったけども、だん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 収益が増えてくることに、いいものを買う、いいものを買うことによって長持ちする、長持ちすると捨てるというか、それを買い替える処分する感覚がなくなっていく。で、買い替えることはあって、もし仮に買った使った良かった、買い替えることはなく、捨てることはなく買い替えることが多いねんね。それよりグレードアップしてってことは物減ることがないねんね。うん、もうさすが日本一の YouTuber、 いい動画を出してくれました。これが YouTuber なんです。はい、ね、だからね、あっちゃんね、確かに、物を減らしたいのは減らしたい。どうするか、物を減らすんじゃない、広いところに引っ越すんです。ヒカキンはお金があるから、あっちゃんはそんなにお金がないから、何か考えますということでね、またちょっと、荷物もね、もうちょっとまあいらないもの、どうしても壊れたものとかはね、捨てていかないといけないものがあったりするけどもね、そんなこんなでいい方向に動くためにはあっちゃんも動いていかないといけない。だから、もっともっと、いい方向に動けるように、あっちゃんは自分で努力もしていかないといけないしとは思ってんだけどね、まあ、ヒカキンのようにね、物件探して大きな広いところへ引っ越しできるようなパワーをつけないといけない、うん、でも嬉しかったんが、まだまだ言ってみて1万人もいてない YouTuber がトップ YouTuber、 今何人、600万人ぐらい登録されてる YouTuber さんと考え方も、家の中の状態も一緒、段ボールが溢れてるところなんかもほんまにね一緒で、シューズクローゼットもシューズだけじゃなく服とかカバンで溢れてて、でね、クローゼット倉庫みたいなところもめっちゃ溢れてて、もうドアが開かない、そのドア開かへんっていうか、中に物も出入りできへんどころか、ドアの前に荷物が溢れてて入れない状態、もう素晴らしい、ありがとうございます。 YouTuber さんのね、裏の動画を見る、みんなよく言われる、ヒカキンの家はきれいきれい言われたけど、映るこのスタジオ、カメラスタジオ、あっちゃんの言う A スタジオ、ヒカキンの A スタジオ、同じ状態、この状態が、まあ言ってみたら、あの子でもヴィトンのカバンがあったり、ヒカキングッズがあったり、なんやかんやいっぱいになってる状態のカメラを裏返したら、えらいことなっとったでしょ。モニターひっくり返っとったし、うん、これゲームのやつやとか、スイッチがバラバラ置いてあったりね。いや、それなんです。まあうちも、エロ変わらんなと。まあエロ変わらんな、ヒカキンと、うんうんうんと、変わるところは、登録人数と収益ぐらいかなとまあまあ、そんな偉さも言うのやけどね、ほんとけど勇気を出してこういう動画上げてくれてありがとうございました。もう底辺 YouTuber であろうが、トップ YouTuber であろうがね、やっぱりそうやって荷物が溢れて困ってて、それをちらっと映ることによってね、心なきアンチに叩かれるのをね、あえてわざわざカメラを回して見せてくれて、その勇気ありがとうございました。本当ヒカキンさん、さすがトップ YouTuber です。ありがとうございます。見習います。一生ついていきます。はいということでね、YouTube で頑張っていく上で、ね、やっぱりトップ YouTuber さんを見習うよう、見習って、あっちゃんもゴミ屋敷のごとく宝物でいっぱいに部屋をしたいと、嘘そこまでせえへんけど、荷物増えていくのは仕方ないんでね、そういうことなんです。 YouTuber っていうのは紹介したもの、本当にね、いらないものを買わない。言ってみたら、動画にして収益を上げるためにゴミは買わないで、動画で、ね、紹介する、なんでか自分が触ってみていいなと思ったら、ね、紹介できる、買ってみる、でもダメやったら紹介しない、それも YouTuber、 せっかく買ったもんやから捨てられない、増えていく、まあ、それの悪循環やねんね。それが YouTuber あるあるやと思ってもらえれば、片付けろ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 、ただ単に物を捨てるだけが脳じゃない。だからあっちゃんは断捨離っていう言葉が昔から嫌いやって言うのはそこやねんけど、断捨離、物を捨てる、いやそれは大切なもの、お金を払って買った大切なものじゃん、その時大切やって、今大切じゃないものは捨ててもいいと思う。確かに言ってみたらね、例えば、まあ、ドリンクを買いました。半額で買うてんけどね。買いました。これ、中身飲み終わったペットボトル空やん。ゴミやん。捨てたらええねやん。でも、これ自体にね、うちあれば、この瓶がエルメスの瓶やったら、飾っておけるやったら捨てたらもったいない。エルメスの瓶が100万円で、中身のジュース200円やったら、100万200円のもんやったら、200円の中で100万の価値あるけど、これ、中身200円やったら、ペットボトルただやねんね、はっきり言って。ゴミやねんね、ゴミくずやねんね。そんなんは捨てやなあかんけど、買ってその時よかっても、今いらんかったら捨てたい。でも、買っていいものはずっと持ち続けたい。YouTuber っていうのは紹介したものはいいもの買ってるから持ち続けたい。そこなんね。うん。だから、あっちゃんも、まあ、できるだけ物を減らして住みやすい環境にはしたい。
でも据えられないというのはそこにあるのかなと気づかせてもらったし、みんなに説明できるいい動画が上げてもらえたんで嬉しかったです。ありがとうございました、ヒカキンさん。ということで、あっちゃん部屋、まあ、片付けるのは片付けるよ、はい。ということで、まあ、今日のねあっちゃんの、ヒカキンさんありがとうございました動画、この辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。